こんにちは、かゆです。本日はトヨタのアクアを借りていきます。はい、トヨタアクアのトランクはこんな感じです。左右にね、特徴的な段差みたいのがあるので、多分純正品か何かで、ボードかながあるんじゃないでしょうか。で、下はね、こんな感じで、チャイルドシートが、まあ、縦2個分ぐらいですかね、入るような形になっております。はい、なんとなく気持ちね、ちょっと深さがある分、背の高いものも積みやすいとは思うんですが、幅が広いものというか奥行きがあるものに関してはちょっと積みづらい、形状になっております。はい、アクアの中乗り込んできました。今日借りたアクアはですね、シフトレバーがボタンみたいな、タイプになっております。ハンドルのところはですね、左手側が、音声とか電話とかね、つなげると電話に出たりすることができるボタンがあって、右側は、オートクルーズ系自動運転系の操作ボタンになっております。はい、メーターというか、まあ、パネル部分ですね、に関しては、針がほぼ見えない、針が見えないので、全部デジタルメーターではないかなと思っております。はい、ドリンクホルダーがね、右手側にないのかな？ないんですよ。なので、ドリンクホルダーはこのね、真ん中にある部分を使うことになるのかなと思います。はい、左手、助手席側はこんな感じです。座席がね、今日借りた車、こう、ヘッドレストがないタイプなので、ちょっとね、後部座席の人が何か飲み物とかね、物を置きたいなって思って、そのヘッドレストのね、ところにつけるような、ものを持ってたとしても、ちょっとこの車はね、つけられないので、何か考えないといけないんじゃないかなと思います。では、運転していきたいと思います。
してきて、あ、いい、すいませんね。で、トヨタのアクアを運転してきてね、まあ大体ほぼ、丸2日ぐらいですかね、運転をしてきたんですけれども、アクアを借りるのはもう3回目ですね。まあ、カーシェアとしても、はい。はい。まあ、カーシェアとしてもね、多分、まあ、うちの近所にある、まあ、あの、カーシェアの駐車場のね、在庫って言い方もあれですけど、保持している車の、内容を見る限りですと、およそ700メートル先、馬込銀座を斜め左方向です。はい、まあね、並んでいるね、車の内容を見る限り、かなりね、アクアとフィットが多いんですよ。なので、まあ、カーシェアとしても、まあ、アクアフィットっていうのは、ボリュームゾーン、まあ、ボリュームゾーンって言い方もあれですけどね、よく使われる車として認識をしているんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただただね、フィットとアクアが出まくってるっていうだけの可能性も、出まくってるのは、発売がね、いっぱい出てるっていうだけの可能性も、なきにしもあらずではあるんですけれども、はい。というところでね、まあ、アクア3回目ですかね、動画投稿し始めてから、アクア借りるのは3回目というところになります。で、ただね、今回ちょっと違う、いつもとね、違うのはね、多分ね、カーナビがね、トヨタ純正のカーナビがついてる感じなんですよ。まあ、もしくは、ちょっとね、よくある、パイオニアじゃない、カーナビがついているので、まあ、そこがね、ちょっといつもと違うなというふうに感じているところではあります。ちょっとね、こっちのカーナビね、個人的に若干使いづらいんですよ。次の信号は斜め左です。はい、斜め左らしいんで、ね、曲がっていくんですけれども、斜め左、はい、あとね、このね、都内戻ってきて、あ、ちょっとね、今回はね、僕の実家に帰っていたので、あれなんですけども、このね、都内帰ってきてからのね、ループの、この、電動キックボードのね、動いている率がものすごい高い気がしていて、もしかしたらね、ループ自体が埼玉には展開してなくて、東京都内しか展開してないから実家の方帰ると見ないだけなのかもしれないんですけど、このね、電動キックボードがね、怖いこと、もうね、何を運転してても怖いんですけど、アクアとかもね、今回アクアをお借りしてるんですけども、アクアをね、借りてる中でね、このへさきが微妙にね、座ってる座席から見えないんですよね。で、この僕は身長、他の動画でも言ってますけど、身長、はいはいはい。山王口が左方向。ちょっとね、このナビね、音声案内オフにする方法ちょっとよくわかんないんで、すみません、音声案内つきっぱなしなんですが、このね、アクアさん、僕がですね、身長179センチの座高高い成人なんですけども、座高高い成人からするとね、アクアのフロントガラスってね、すごい寝そべっててね、縦幅狭いんですよ。だからね、座席を目いっぱい下げて乗るんですけど、あ、天井すっちゃうからね、頭すっちゃうからね、はい、この信号左曲がります。ね、天井すっちゃうから、座席をね、目いっぱい下げるんですよ。で、目いっぱい下げてもね、フロントガラスの縦幅がね、すごい狭い気がするので、いくらね、売れてるとかね、いっぱいあると言っても、まあ、3回目にしてね、3回目のこれがね、もしかしたら一番ちょっと僕に合ってないかもしれないです。フロントガラスがすごい寝てるのと、寝てる割にね、ハンドルがね、ちょっとね、上下にしか動かない、前後に動かないんですよ。なので、座高高い成人が、このフロントガラスに合わせて座席をいじるとですね、ハンドルに手が届かない。いや、まあ、腕が短い。お前、あなたの腕が短いんですよって言われたらそれまでなんですけど、ハンドルにね、手が届かないんです。じゃあ、っていうのがあって、もうね、なんか何、どういう姿勢を取ったら、身長179センチ、座高高い成人は、このアクアをね、まっとうに運転できるのかというのは、よくわからないまま、丸2日運転してきました。本当わかんない。で、まあ、乗り、
やすいというか、まあね、アクセルブレーキのね感覚はね、あの別段そんなね、あのおかしな感じはしないので、まあ、もちろんそこはねやっぱりトヨタ車だなっていう感じはするんですけれども、はい、あ、今ねこれねどこに向かってるかっていうとね、車を返すね駐車場にあのナビを設定して動いているんですけども、あの意図的にね喋るために遠回りをしております。はい、で3回目もね乗るとね、いい加減に車の特性といいますか、まあ、方向性というのがね大体分かってはくるんですが、このねアクアさんは、まあ、とりあえずねダッシュボードに取っかかりがないので、まあ、シンプルかつあのなんだろうな、見た目がねすごいねあのすっきりしてるんですよ。ただね、あの僕が使っているあのスマホホルダーはですね、あのレンタカーとかねカーシェアとかでねあちこちいろんな車で使えるようにね吸盤タイプではなくクリップタイプを使ってます。はい、でねクリップタイプを使ってるとね何が問題かってね、あの挟める場所がないと置けないんですよ。挟める場所で、その挟める場所がねこのアクアさんはものすごく少ないんですね。というわけで、あの今ね結構ね、はい、なかなかねあのすごいところを、掴んでねあの走っているわけなんですけども、一応ね脱落走っている振動で脱落しないところにはつけてますので、そこはご安心ください。あの運転席のど真ん中です運転には何の支障もないけれど、まああんまね良いわけではないよねというところにねついている状況なので、まあアクアで、スマホホルダー使いたいなっていう方は、あのクリップタイプを使われるよりも、どちらかといえばあの吸盤タイプとかを、もしくはあのエアコンのねあの送風口に取り付けるタイプをあの買った方がいいのかもしれないなと思ってます。ここ最近ねあの借りてる車の傾向を見ると結構ねあの国産車、まあ、基本的にはあのレンタカーって国産車ばっかりなので、そうするとあのエアコンのね送風口が横長の、送風口とか、まあ、あの網網が横向きについてることが多いので、そうするとまあ大体ね送風口に取り付けるタイプのスマホホルダーっていうのが使えるのかなと思うので、スマホホルダーをねレンタカーで使いたいなっていう方は、あのクリップタイプもいいんですけど、送風口タイプっていうのもちょっと考えてみてはいいんじゃないでしょうか。はい、という感じでね、今日1日丸2日ぐらいですね、走ってきたわけなんですけれども、まあなんだろう、運転しづらいことはないけれど、手先が見えないので、あのマジでねあのループとかのあの電動キックボード、あれがね飛び出してくるというか、あの人たちを避けるときにねどれぐらいあの間隔をね開けたらね安全に抜けるのかっていうのはよくわからない。自転車だとちょっと高くなってるからわかりやすいんですけど、あの電動キックボードってほぼね普通に立ってるのとあんま変わらないんですよね。なので運転してる側の視点から見ると、あの歩いてる人なのか何なのかが若干ね、移動してれば分かるんですよ、移動してれば分かるんですけど、止まってる時とかね、どっちゃねんっていう風になるので、ほんとねあの電動キックボード乗る方はあのお気をつけいただければと思うんですが、はい、という感じでね、乗ってまいりました。ものすごい住宅街に入ってきたのでね、ちょっと喋りながら行くのはなかなか集中力が、頑張れっていう話なんですけども、はい、左に曲がります。はい、という感じでね、まあ、アクア3回目乗ってきました。乗りやすい車ではあるんですが、本日ですね、うちの奥さんから、もうアクアは借りないでという NG が食らいました。理由はですね、車の、運転席と助手席がですね、ヘッドレスト一体型なんですね、このアクアさん。なので、ヘッドレストのね、針、なんていうの、パイプのところにね、取り付けるタイプの、後部座席用のね、机とかがあるんですけど、それがね、つかないんですよ、この子。というね、難点が。実際の交通規制や、道幅に注意して走行してください。はい。というね難点がありまして、ちょっとねそれだとね下の子をね
あの後ろの席に乗せてるんですけども、まあ、その子のね、暇つぶし対策が大変になるというところのお達しが下りましたので、我がね、かゆう家では、今後、アクアを乗る、あの、家族を連れてね、乗るときにはちょっとアクアをね、乗れなくなってしまったな、というところがございます。はい。というわけで、そろそろ駐車場に着きますのでね、動画の方これで終わりにしたいと思います。アクア3回目にもかかわらず、最後まで見ていただいた方いらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。最後まで見ていただく方、高評価いただける方、チャンネル登録いただける方で、とても励みになっております。もしね、今後ともこの動画いいな、良かったなと思いましたら、またね、動画の方投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価の方いただけるととても幸いです。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。